江本武則76がテレビでサイン盗みの極意を暴露。野球評論家の江本武則76がジャンクスポーツに出演。語り継ぎたい昭和パ・リーグの遺産として南海時代の望遠鏡でサイン盗みを暴露した。当時、スコアボードの真ん中あたりに空いてる部分があり、そこからサインを覗いていたという。今だから言えるが、ベンチ直通の電話を耳につけて望遠鏡で見てる人がキャッチャーの股間を見るわけですよと説明。盗んだサインはベンチの後ろについた手があり、そこに球種の解読班が待機。判明した球種をベンチにいた控え選手が伝達役となり、あらかじめ決めておいた暗号を使って、打者に伝えていた。他にも一塁コーチャーが教えるパターンもあったという。ケツに電気が流れるやつを入れてと驚きの方法に、出演者は驚愕。何のプレイだよ。ケツ、な確定か。ケツに電流ってさすがにケツポケットかなんかのことを下品に言っただけだろ。文字通りケツ、何バイブなんか入れてたら打てないだろ。誰もそんなことは想像してないだろ。そりゃネットどころか携帯もない時代ならそうなるわな。南海ホークスといえばサイン盗みだから。ベンチどころかロッカールームにも盗聴器が仕掛けられてて、抗議した妹は阪神に放出された。野村克也の南海監督1年目1970年、南海は大阪球場でやった全ての試合でサイン盗みして相手チームの投手の全ての球種が分かった上で打っていたらしい。野村のせいで乱数表が使われた。掛け声で球種を教えるのはどこの球団でもやってたね。ブレイザーは一塁コーチで村田兆治の握りを見て、フォークだと指笛を吹いて打者に伝えた。昭和は何でもありだったからな。今のプロ野球では乱闘なんてものもやらないしな。観客が喜ぶことだったら何でもやったんだわ。昔はガチだったよな。本気で勝ちに行ってたし、相手選手は敵だった。今思えばアストロズがやってたことダサすぎないか。電子機器がある時代にドラム缶叩くって。キャッチャーの指サインやめて電子スイッチでピッチャーと球種やり取りすれば解決しない？ピッチコムだろそれ。昨年あたりから使ってるよ。大谷は自分で出すし、ほとんどはキャッチャーが出す。ピッチコムでサイン盗みは過去のことになるかな。今は全方位からカメラで撮影して AI で癖や動きを測定して球種を判定してる。あとはどうやってそれを選手に伝えるかだけ。機械で教えたら一線超えるし、 AI の分析もバレれば批判されるだろうな。